三重の塔でございます。付近にはノービン平野にそびえ立つ自然と歴史の宝庫金華山に別れを告げ、ただいまより山を下ってまいります。この山は昔は稲葉山と呼ばれておりましたが、戦国時代に織田信長公はこれを金華山と統一して呼び、今口を中国の故事に倣い岐阜と改めたと言われております。出して行き、その基礎を後の安土桃山時代の制作に用いたと言われております。ただいま下ってまいります岐阜高原は、その昔道三公信長公の館のあったところで、四層建てのその御殿の立派なことは京都の金閣寺をしのぐほどであったとポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの書簡に記されており、2メートルの半室大仏や道三公ゆかりのお寺、城西寺などがございます。まもなく三徳岐阜高原到着でございます。朝寝てのお越しを心よりお待ち申しております。